別な日に食べようと思ってそのままだった。この家に金なんてあったのね。生存率そんなに高くないんですよね。人が来てくる前に行きましょうか。平気だよ。お祝いにセックスしようか。バカにすんなよ。スイカをごちそうしてあげる。私たち海まで行かなきゃなんですけど。着いたらどうするの？季節だし、アジでも釣ろうか。おい、綾乃！